これは息子からの何かのサインだったんだって、そんな風に考えてほしいなって思います。こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はホームページの方にちょっと子育てに関するメッセージをいただいたので、皆さんと一緒に考えたいと思います。なんか何度かココアートチャンネルで子育てのことを動画にしてたら、こういうご相談がちらほら届くようになったんですけれども、私自身育児の経験とかが全くない人間なので、本当にどこまで参考になるのかなと思いながら、いつもこの手の相談には答えてるんですけれども、でもせっかくいただいたご相談なので私には答えられませんっていう風な感じで、ちょっとスルーするのはどうしてもできないなと。それに子育ての問題っていうのは、いろんなことで自分に置き換えることもできるし、社会の縮図だなっていう風に思ってるので、このことを動画にすることによっていろいろ応用が効くんじゃないかなって。日本の未来とか、普段私たちが生活してることとか会社とか、そういうことにも置き換えることができるし、いろんな人間関係にも活かせることだなと思うので、こういうことをこれからもなんかご相談いただいたら、その都度動画にしていこうかなって思っています。 YouTube にはコメント欄もあるので、そのコメントとか皆さんに助けていただきながら、この問題に対してちょっと考えてみたいと思います。皆さんがいつもコメント欄でサポートしてくれたりフォローしてくれるので本当に助かっています。子育てに関するお悩みを2つほどいただいたので、全く違う悩みなので動画を2つに分けたいと思います。今日皆さんと一緒に考えるのが不登校の問題です。まずいただいたメッセージを読みたいと思います。前後に私への応援メッセージとか、この動画に対する感想とかもいろいろ書いてくださってたんですけれども、それはちょっとカットさせていただいて、お悩みの部分だけを読みたいと思います。それでは早速メッセージを読みたいと思います。息子は中学生なのですが、今年に入ってから不登校になってしまいました。理由を聞いても何も答えてくれない息子に、少し苛立ちながらも私なりに日々頑張って生活しています。仕事を休んで時々学校に出向き、担任と何度も何度も話しましたが、学校側も理由が分かりませんとしか言ってくれません。私はもうどうしたらよいのかと思いながら、毎日理由を息子に聞いていますが、かたくなに何も答えてくれません。もうどうしたらよいのかわからなくなっています。仕事も全く手につきません。こんな私の悩ましい気持ちを全くわからず、息子は朝から晩までゲームをしています。やってるゲームに飽きたら新しいものを欲しいと言って、新しいものを買うからお金をくれと言ってきます。このまま好き勝手にゲームを買い与えて、どんどん不登校になり、このままずっと大人になっても引きこもりになってしまったらどうしようかと、とても心配しています。こんなこと誰にも相談できなくて困っています。以前不登校関連の動画を見て、何かいいアイデアがあったらお聞きしたくてメッセージしました、というメッセージをいただいたんですけれども、息子さんが中学何年生なのか、ちょっと詳しいことを書いてくださっていないので、ちょっと私なりにこの文面だけを読んでお答えさせていただきます。もしちんぷんかんぷんになっていたり、なんか答えになってなかったらごめんなさい。でもちょっと心を込めてお話しさせていただきます。この方がお父さんなのかお母さんなのか、家族構成とかもちょっとわからないんですけれども、もしご夫婦でこの問題に取り込まれてたとしたら、本当に大変だなって、頑張ってこられたんだなって、仕事を休んで何回も何回も学校に行って、なんとかこの問題を解決しようって、そんな風に思ってる親御さんの顔が見えて、もう大変だなって、本当に頑張ってほしいなっていう風に思うんですけれども、まずこの不登校ということを選んだ息子さん、この不登校になった息子さんのこの不登校という事実をまず尊重してあげてほしいなって思うんですね。なんか不登校を肯定してるのかっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、決してこの不登校ということを肯定してるのではなくて、不登校という現象の裏には息子さんの何かの訴えとか理由があると思うんですね。何も理由がないのに、それまで普通に学校に行ってて急に学校に行かなくなるっていうことってまずないと思うんですね。親には言ってない息子さんなりの理由が何か隠れてると思うんです。ここでものすごい偉いなと思うのは、無理やり学校に連れて行ったりとか、子どもの意見を無視してないのがすごい偉いなっていうふうに思ったんですね。私も学童保育で5年間働いてたり、長年ずっとお絵描き教室をしてて子どもを見てて、不登校の子もいました。でも不登校っていう現象の中には絶対に何かが隠れているんです。そして息子は不登校ということを選んだんですね。
息子さんが選んだこの不登校という事実をまず受け止めて、なぜ不登校になったのかということを息子さんにこれ以上あまり問いただすとかそういうことじゃなくて、息子さんと心を通わすようなそういう方向にちょっと持っていったら、問題の解決はもしかしたら早くなるかなというふうに思います。このメッセージの中でちょっと気になったのが、息子が朝から晩までゲームをやっています。やってるゲームに飽きたら新しいものを買うからお金をくれと言ってきます。このまま好き勝手ゲームを買い与えてどんどん不登校になったらどうしよう、引きこもりになったらどうしようというふうに心配してらっしゃるんですけれども、ちゃんと親御さんが今向き合えば中学生のお子さんというのは絶対に変わると思うんですね。成長途中の子どもさんなので、きっちりちゃんと向き合って問題を解決すれば、その問題を解決してくれたのが自分の親だってなったら、その後の信頼関係というのはすごく固くなってくると思うので、このゲームという現象に私はちょっと着目してみたんですね。親御さんから見たらゲームに逃げて現実から目をそらしてる、こんな風に思うかもしれません。でも逃げるというのも一つの手段なんです。私も含めて逃げられなかった子供はどうなるのか、本当に最悪の結果になってしまう場合があるんです。私は不登校になるという選択もあったんですけれども、学校に行きたくないっていうふうに親に訴えても、それはもう絶対に許してくれなかったんですね。車に乗せて校門のところまで連れて行かれるまで絶対許してくれなかったんです。そして私の中で逃げというか、私の中の気休めというか、私の中で現実逃避ができることが絵を描くことだったんです。私は高校生の時に本当にひどいいじめにあって、大人にも相談できずに、どうしたらいいのか分からずに、もう本当に学校に行きたくないって、セクシャリティのことでも悩んでるのに、それをきっかけに本当に大変なことになって、学校に行きたくないけれども親は聞く耳を持ってくれなかったから、本当にどうしたらいいか自分で全部一人で抱えてたんですね。その時に私は心の拠り所は絵を描くことだけだったんです。ある時その絵を描くことも親に取り上げられてしまって、私は自殺という選択を選んでしまったんですね。私からしたら、この息子さんが自分で自分の命を絶つことを選ばずに不登校を選んだことをまず尊重してあげてほしいんです。そして息子さんは朝から晩までゲームをやってると言うんですけれども、本当にもしかしたらゲームがやりたくてゲームをやってるのか、そうではなくてエスケープとか現実逃避とか、本当に何かから目をそらしたい、現実に本当に心に傷があって、その傷から何とか自分を楽にしたい、そういう思いでゲームに逃げてるかもしれないんですね。もし親御さんの中で逃げるということがダメだっていうふうに思ってるのであれば、その価値観をちょっと方向転換してほしいんです。逃げるのって本当に悪いことでしょうか？ゲームが本当に悪いことでしょうか？ゲームに対しての概念も人それぞれあって、本当にゲームは良くないんだって思う人もいるかもしれないんですけれども、息子さんが逃げれる手段がもしゲームしかないのであったら、そのゲームを手がかりに息子さんがなぜ不登校になったのか、息子さんの心の中にどんな傷があるのかというのをゲームをきっかけにちょっと探ってみるのはいかがでしょうか。例えば息子さんが新しいゲームが欲しくなった時にお金を渡すんじゃなくて、どんなゲームがいいのって一緒に探しに行こうっていうふうに、ちょっと親御さんが息子さんに歩み寄る姿勢を見せてあげてください。ちょっとしたきっかけで息子さんの心が開くかもしれないですし、そこから何か解決策が見えるかもしれないんですね。本当に子どもの SOS とか、そういう問題解決の糸口っていうのは、ほんの些細なことで解決する場合もあるし、ほんの些細なことでこじれる場合もあるんですね。こんな言い方したら本当に申し訳ないけれども、息子さんが不登校になる前に、もしかしたら担任の先生とか親御さんに何かの SOS を出してたかもしれないんですね。その SOS に気づけなかったのは、何も親御さんだけが悪いって、私も親御さんを責めてるつもりはないんですけれども、周りの大人全体がその息子さんの SOS にどこか気づけなかった。それで息子さんがその SOS を自分で自分を傷つけることに使わずに、不登校という手段を選んでくれたことが私は良かったなと。他の子が学校にみんな行ってるのに、自分の息子だけが学校に行ってない、他の子と自分の息子が違うということで悩まれることもあるんですけれども、世の中100人いたら100通りみんな違うので、他の子に合わせようっていう風な感じでは思わなくていいと思います。息子さんには息子さんの個性があるので、その息子さんの個性と向き合うこと、息子さんの本音と向き合うこと、事実と向き合うこと、そういう機会にしてほしいなって思うんですよ。これから先の人生、息子さんが高校生になって大人になって、もしかしたら何かの壁にぶち当たることがあるかもしれない。それがちょっと
っと早まって不登校という形で表現してるんですね。不登校というのは自己表現だと思うので、その表現に対して何かの問題が隠れてるっていうふうに思ってほしいんですね。この不登校ということを私は全く肯定してるわけではないんですね。その不登校に隠れてる息子さんの悩みみたいなものがあるので、それは不登校になってずっと家にこもってても解決はされないと思うので、いつか向き合わないといけない時が来ると思うので、それは息子さんのペースもあるでしょうし、親御さんのペースもあると思うんです。ただ思うのは、親御さんも息子さんも自分を否定してほしくないなと、こんな息子にしてしまったっていうふうに思ってほしくないなって思うんですね。それと同時に、学校が悪いとか誰かのせいにしてほしくないと思うんですね。もしかしたらいじめが隠れてて、もしいじめが隠れてるんだとしたら、そのいじめてる側は絶対に悪いので、それを根本から何かしないといけないと思うんですけれども、学校でのいじめって、そのいじめてる本人に何かを問いただしてもそれで解決にならないというのが、ちょっと子どもの人間関係の難しいところでもあるので、一筋縄ではいかないと思います。今このメッセージだけを読んで、この家族構成とか何もわからない状態で今回いただいたメッセージだけを読んで思うのは、息子さんがその不登校っていう表現に出たことに対して、そこに真摯に向き合って事実を受け入れて、なぜそうなったのかということを問いただすという形ではなくて、別の形でちょっとアプローチを変えてみるのはいかがでしょうか。もう本当に頑張ってこられたと思います。学校にも出向いて、学校の先生にも聞いて、多分いろんなことをしたと思います。息子さんともぶつかっていっぱい聞いたと思います。それでも息子が何も言ってくれないんだったら、息子さんが今のめり込んでるそのゲームをきっかけに何かを探ってみるのはいかがでしょうか。ちょっとしたことで何かが解決したりすると思うんです。今私が思うのは、悩みに入ってる時に本当に悩みだけを見てしまったら、本当に暗くなってしまって、全てのことを悪いように考えてしまうように人間ってなってるので、ネガティブな時こそポジティブに考えてほしいんですね。これは息子からの何かのサインだったんだって、そんな風に考えてほしいなって思います。これは全く別の話なんですけれども、私の個展にずっと来てくれてた子で、本当にセクシャルマイノリティの子がいるんですけれども、本当にある時不登校っていう形で親に表現をしたんですね。学校に行きたくないって。その子の不登校ということを、その時その子の親はちょっと許さなくて、ちょっと最悪な結果になってしまったことがあるので、ここで言えるのは、息子さんが不登校になったっていうことを軽く見ないでいただきたいなって。何かしら訴えてると思うし、その不登校という現象の中で何かしら絶対に隠れてると思うんです。こんな時に親御さんの感性を研ぎ澄まして、息子さんを観察してみてください。そして今息子さんがゲームにのめり込んでるんだったら、新しいゲームを買う時にお金を渡すんじゃなくって、ちょっと一緒にゲーム探しに行こうかとか、もしかしたら息子さんがゲームをやってる時に、何か対戦ゲームだったら、ちょっと私ゲームしたことがないのでゲームのことよくわからないんですけれども、息子さんと一緒にゲームをしてみたらどうかなとも思うし、息子さんがそのゲームが好きで、また他に好きなものがあるんだったら、その他の好きなものをまず肯定してあげること。このゲームのこんなとこ面白いよねって、こういう時どうしたらいいのっていう風な感じで、息子さんが得意なことにちょっと歩み寄るとか、そのゲームを糸口に何かを探すのはいかがでしょうか。本当にゲームはいけないことだって頭から決めつけて、もう本当に仕方ないわねっていう風な感じでゲームを買う時にお金だけを渡してるんだったら、若い感性っていうのは敏感だから、親のそういうところってちゃんと見てると思うので、一度そのゲームということを否定するんじゃなくって、肯定から入ってみたらいかがでしょうか。まあ人間関係でもそうですし、どんなことでも言えると思うんですけれども、否定から入るよりも肯定から入ると理解度が早いというか、解決が早いというか、なんかそんな気がするので、一度息子さんと向き合ってっていうか、もう十分向き合ってきたと思います。十分頑張ってこられたと思います。ただその向き合い方のアプローチを変えてみるのはいかがでしょうか。今回こうやって私にメッセージくれたことも何かのご縁なので、その後もしこれでもダメだったって、こういうこととこういうことしてみたというのがあったら、またメッセージいただけたら、この動画でみんなと一緒に考えたいと思います。この動画ではコメントを書いてくれる方もたくさんいるので、コメントを書いてくださる方の中には、もしかしたら昔娘が不登校だったけれども、こうやって解決しましたよとか、不登校ってこうですよとか、いろんな人のいろんな価値観、いろんな概念があると思います。それを読むことでも何かちょっと発見があったり、何か気分転換になったり、親御さんも何かの糸口が見えたりすると思うので、もしよかったら今回の動画、私のこのメッセージだけじゃなくて、下のコメント欄も参考にしてみてください。動画をアップロードしてすぐはなかなかコメントもそんなにたくさん入らないんですけれども、1週間とか2週間とか1ヶ月とか2ヶ月
月とかするとコメントもだんだん増えてくると思うので、よかったらそのコメントも何かの参考にしてください。それでもしよかったらコメントを書いてくださってもいいし、またホームページにメッセージくださってもいいと思います。もっとこういう話が聞きたいとかいうのがあったらメッセージで伝えてくださったら、また動画にして皆さんと一緒に考えたいと思います。この動画をご覧の皆さんも、もしよかったらこの問題に対して何かコメントを残してください。もし皆さんで息子さんとか娘さんが不登校だったけれども、こういう経験があるよっていう経験者の方でもいいですし、私は昔不登校を経験してるけれども親には言えなかったけれども、こういうところが嫌だったとか、親との関係でこういうことがこうだよとか、皆さんのそれぞれの好きな意見、人っていうのはいろんな価値観があっていろいろな考え方があるので、それを読むことで本当に何か気づ気があったり発見があったりするものだと思います。なので皆さんもこのメッセージを聞いたりとか、私の話とか、この動画を見て何か感想とか何でもいいです。コメントを残してください。動画というのはこれからもずっと残っていくので、不登校で悩んでる当事者の子供ちゃんとか、まあそれ以外にも息子が不登校、娘が不登校、そんな感じで悩んでる親御さんとかが、この動画に何かのご縁で出会った時に何かのきっかけになったらいいなと思います。皆さんのご意見もぜひコメント欄でお聞かせください。ということで今日は視聴者の方から勇気を持ってホームページにメッセージをいただきました。息子さんが不登校だけれどもどうしたらいいのか。本当に私では限界があります。私は子育てをしたことがないので、私が学童で働いてた時のこと、そしてお絵描き教室をしてた時のこと、自分が思うことをちょっと動画にしてみました。私では不十分なことがあるので、もしこの動画を見られてて、この問題に対して何か思ってることがあったり、そしてこの動画を見てる時に何かひらめいたら、ぜひコメント欄までお願いします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。すべての子供が幸せになりますように。それではまた。たまにはこんな真剣な動画もいかがでしょうか。皆さんのコメントお待ちしています。よろしければチャンネル登録お願いいたします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上の赤いサギはメッセージの詰まった私の作品です。よかったらご覧ください。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。